こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、キャラバンのドラムソロの部分ですね、ここを焦点を当ててやっていきたいと思うんですけど、前あのテーマの時にもお話ししたんですが、A の部分でドラムソロをやったりすることが多いんですね。でこの A の部分に関してはこの C7 と Fm6 というコードが2つしか出てこないんです。なのでこのまあ、ドラムソロもちろんいろんなことはできるんですけど、とにかく初心者とか、まあそのドラムソロにあんまりこう自信がない方に関してはこれ全部ワンツーワンツーで取っていって、ここはシンコペーションブックでやると。で最初頭でジャーンってやって、でお休みしてからフレーズは途中から始まって頭のクラッシュに向かっていくっていうのが基本になるんですね。こっちに向かっていくっていうことは、だからワンツースリーフォー、タタンタタン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 タタンタタンツースリーフォー、タカタカタンタカタカタンタカタンタン、このような感じでドラムソロを3回やる。で、あえてここ前飛び出してみましたが、ワンツースリータンタカタタン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 タタタンというようなことをやってみました。そうすると、ここの Fm6 にいた時はラテンのボタンをする。でこれをやると、これってさっきちょっとあの後でこれ伴奏付きで最初のオープニングちょっとやってますけど、後でこの全部通してやるんですけど、このねここの部分って伴奏がなくてもここでラテンをいけば多少よれていても大丈夫なんですよ。だからワンツースリードドンと、全然大丈夫でしょ。で前やったみたいにドラムソロがこうピアノの人も分かんなくなりがちな感じだとしても、こうクラッシュでドーンってやってると、これ例えばわざとタイムを寄らすね、ワンツースリやれればサビで結構入れると思うんですよ。なのでなんかこうターゲットノートに向かってターゲットについた、こうクラッシュについた、そしたらここが頭で、次裏からフレーズが始まって表で、で最後ラテンに行くと、この曲の構成上すっごいうまいことできると思うんですね。だからこの曲結構ドラムソロになるとみんなぐちゃってなっちゃいがちですけど、こう組み立てとしてはフレーズ3回のラテン、フレーズ3回のラテンでやっていけばそれで十分で、でもうちょっと上手くなってきたら、もっとジャーンってやってからすぐフレーズ入ればもっともっといろんなことが披露できて、でクラッシュで、クラッシュの位置をもっと遠くするとかね。だから今は4小節ずつでクラッシュにしてるけど、最初は8小節やってクラッシュで、2段目こういう風にやってラテンに行くとかね。でここラテンに行くって決めとけばすっごい心が楽でしょ。だから上手い人なんかも全然そんなこと考えなくてもいろんなことやってもらえばいいんだけど、まず初心者でこの曲をちょっとこうラテンでやらなきゃいけないな、ドラムソロちょっとやらなきゃいけないなっていう形になったら、これがおすすめです。でサビのまあもう今の感じでもうラテンにいた時にもう入ってって顔したら B でみんな入ってくれるんで、そうするともう十分ドラムソロの感じでしょ。でどうしてもダメだったらもう4ビート、もう B のとこは4ビートやりながら左手でこういろいろコンピングして、でまたもう一回 A で同じことやったら頭から入ってもらえますよね。だからB のとこは4ビートに行った、まあ、そうするとこういうフリーストローク使ったりタームを使ったりするソロをやるんだけど、まあ、ちょっとこれの16小節は難しいんだけど、まあここのフレーズはもうこれで、長いんだよねこれね。わざと下手に、でも
多分これ他の楽器の人聞いてたら、あ、テーマ入れるわって思っていただけたんじゃないかなと思います。というわけで、こう音楽のこう流れをね、ちゃんとポイントを押さえておいて、こう組み立て、ちゃんとコードが見れるっていうことは大したことじゃないよ。コード2つしかないから、変わったところでこう雰囲気変えたいなって思って、でそしたらこう下はラテン合うじゃないみたいな。これ本当はね、キャラバンの場合は、テーマの時言わなかったですけど、こう12小節がラテンで、ここが逆にスイングダーンダッタラッタラーンダッタッタラッタランってフレーズやるときはラテン4ビートに行ったりするんだけど、まあ、全然ラテンで全然構わないと思います。特に僕が作ってあるね、マイナス1に関してはここ4ビートにわざと行かないようにしてるんで、こういう風にすると思います。でみんなが4ビート行っちゃったとしても、ドラムがラテンに行き続けてればね、みんながそっちに合わせてくれると思うんで、とにかく自分が何をやりたいかっていうのが分かるようにこうやって組み立てていく。演奏してるうちにみんな自分が 何やりたいか分かんなくなっちゃうね。だからそれをある程度こう道筋を立てて、道筋を立ててね、やっておくと、そうすると相手も道筋が見えたら、道筋なんで言えないんだ、道筋が見えたらやっぱりこうキャッチしやすいと思うんですよ。なのでそういう形で、やっていただければと思います。最後に1回だけね、ちょっと通してやってみたいと思います。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。